今日も、くじ引きトーク、恒例のくじ引きトークですね。はい、今日、くじを引いてもらうのは王子こと松本幸さんです。はい、はい、はい、何番？お、6番。6番。お、はい、これからチャレンジしてみたいことは？チャレンジしてみたいこと？何もないな。プロ野球選手を目指す。私たちは考えてる。そうだね。そうだね。やだよ。チャレンジしたくないよ。とりあえず辛いものにチャレンジしてみたい。いやだね。辛いものを食べれるとして。食べれねえじゃないか。スカイダイビングは？スカイダイビング。スカイ、なんだって？スカイダイビングは？スカイダイビング？スカイダイビングか。なんか絶対死なへんっていう保証があればやりたいな。死なない死なない。本当？超元気。すごいノリで喋ってる。やるの絶対なんか楽しんじゃう口でね。ねえ、あ、何度も飛び降りるよね。バンジージャンプとか。あれもまたな、なんかほら遊園地とかでさ、事故があったりとかするやんか。それをそういう事故があると、そればっかり頭に浮かぶから。そういうことネガティブだね。すごいネガティブだね。慎重派。すっごいジェットコースター大好きやし、落ちるのも大好きなんやけど、なんかフリーフォールとかああいうのでドーンってなんか上から落ちて、それが止まらずにドーンって下まで落ちたっていう事故があったって聞くと、しばらく乗れない。しばらくなんで、しばらく。ちゃうみたいな。みんなに担ぎ上げられたらできる。やっちゃう。担ぎ上げ。ね、頑張る。わっしょいわっしょい。頑張る。担ぎ上げ。じゃあスカイダイビング。でもやるんだったらこの番組でその模様をそうだね。お届けすることに。やるんだったら。本当に予算が出るなら。なるほどね。そうそうそう。そんな感じでチャレンジしたことね、はいはい、楽しい人生を送りたいです。長いですね。あんまりチャレンジっぽくねえじゃん。人生チャレンジだよ。まったりしてんじゃねえか。何でもチャレンジ。今は何も思い浮かばへんけど、まあ何でもチャレンジしていきたい。俺的にはカンフーアクションやってもらいたいですね。カンフーアクション。なんかカンフー似合いそう。ああ似合いそうかも。あ、よくイメージはそう言われる。強そうであってほしい。あってほしい。機敏であってほしい。自転車乗れてほしい。はいはいはい。ジャッキーを倒せるようにな。地図を持たずに、なんか目的地を決めて、そこになんか一人でなんか。みんなで集合する。初めての。初めてのお使いみたいな。チャレンジ。すごいチャレンジです。すごいチャレンジ。泣かないで切れてるんでしょ。本当だね。子供泣かへんから。もういやいや。人に聞いたらあかんかったら泣くやろな。人に聞いたら。面白いね。人に聞いたらあかん。それを後ろでずっとこうやってカメラ持ってくる。カメラの人も何も言うてくれる。いじめじゃないですか。あれこれいじめなんだよ。そうか、そうか、そうそう。まあそんなわけで人生チャレンジということです。チャレンジということです。じゃあまあとりあえずね、来週あたりに地図を持たずに、地図を持たずに目的地まで一人で行っていただこうかと思いますので、やりませんので頑張ってください。頑張りませんので。ではでは、はい、では今週もここまで。はい。